スノーキーこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。花粉症で絶不調なのでお聞き苦しい点があるかもしれませんけどもご容赦ください。はい。私の現在の保有ポジション。えー、5ドル円のロング最良は、えー、っと、逆差し値、ね。 そして、えー、ループイフダンのユーロドルショートは、えー、ちょっとユーロドルが下がりすぎてきたんで、一旦停止しました。なので、えー、トラリピンのユーロドルショートを稼働してるんですけども、これ多分レンジ外なんですよ、今。なので、えー、動いていないのかな、多分。はい。で、えー、今朝のニュースなんですけども、えー、米中首脳会談が、えー、4月以降にずれ込む可能性が出てきたと、えー、これヤフートップに来ていました。 このあたりがまた株式市場そして為替市場にどういった影響を与えるかっていうところですね。はい。で、次株のチャート見ながらちょっとあの、まあ、愚痴りたいんですけども、はい。上がった時はね、なんかあの、米中貿易 戦争、競争、交代、懸念、なんか、あの、合意するだろうで、上げていますって言って、で、この下がり始めたら、え景気交代、あの、世界的な景気交代を、あの、どうこうみたいな、なんか本当に、材料なんやねんっていうか、ま、実際に景気交代なんかも、去年のね、あの、パウエルショックのあたりから言われてることで、でも上がっていって、ここに来て下がったら、それ理由にするんかってでて、まあ、 それを理由付けしないといけないお仕事の方は大変だなと思いますね。で、えー、ちょっとこの日経225冷やしチャート見て、え、ここ403には下がってるんですけども、はい、ここ、えー、出来高か売買代金か忘れましたけども、まあまあちょっと伸びてるんですよ。そこはちょっと気になるところではあります。はい。で、えー、アメリカの方に目を向けるとですね、はい、えー、まあちょっとだ、まあちょっと、 小さいダブルトップのような形で下げていて、これは前回高値をちょっと抜いたぐらいで、その前の高値は抜けきれていないところで下げているので、ここが、ここをどう見るかですよね。はい。で、週足で見るとですね、あの先週末、陽線が続いていて、久しぶりに陰線が出ましたねって言っていてのこのズドンなので、これもしかして、うーん、まあわかんないですけどね、はい。 でえー、ベ米ドル円の方のように目を向けてみるとまあ何でしょう違和感あるまま112円までいってそしてここでね、えー、株式市場の方が雰囲気悪くなるとこちらもあのベードル売り円高方向に動くとまあ110円抜けたあたりではいやこれは上だってやっぱりちょっと思った てたんですけど、また雰囲気おかしくなってきて、読みづらいんですよね、非常に今。はい。114円は、まぁちょっと遠くなったかなと。はい。で、えー、ユーロ円ですね。まぁ、あ、こちらも釣られる形で下がっていって、あと、まあユーロドルも下げてるんでね。はい。で、えー、まぁ、あ、もうこうやってみると、また、えー、フラッシュクラッシュの、えー、水準に、まあまあ2円ぐらいありますけども、まぁ、あ、そんなにも遠くはないところにいます。はい。 で、え A、ー、ポンド円ですね。まぁ、あ、ポンドも、あのー、ほんと、して株のように、えー、上がっていたんですけども、ここに来て、まぁ、またまた、はい、勢い失いつつあります。まあむしろ、あのー、勢いよく下げている感がありますよね。どうなんですかねー。相場の雰囲気悪くなって、ポンドだけまた強いっていうことは、ちょっと、うん、考えづらいんですけども、はい。 で、ユーロドルがまあ、先ほど見ましたけども、これ下に抜けました。まあ、ここの材料としては、えっ、ー、と、年内利上げはないっていうのがもう、あの、発言かなんかで出たっていうとこらしいです。ただまあ、欧州ね、景気悪い景気悪いってずっと言われてるんで、まあ、利上げなんかもともとないだろうなと思ってたんですけども、まあ、下げて1.12割りました。はい。で、ここで止めたんですよね、ループ油断のショートを一旦。はい。 で、えー、A ポンドドルこんな感じでまあまあこれも判断難しいな、うん、ここはもう抜けきれ完全に抜くことはできずにそして下がってきたけどもまあここ結構ね、えー、揉み合うとこなんでまあ難しいんですよねこれもはいで、えー、ユーロ A ポンドで見るとちょっとまあ反転し始めたのかなってなってくると、えー、ユーロはここが下あ上に、はい行くその 支援材料となるかもしれません。で、えー、ゴードレインですね。まあ、ゴードレインももう結構頑張って耐えてたんですけどね。えー、ここに来て、えー、下がっちゃって、77円台つけました。はい。さあ、ここからなんですよね。うんここでもう一段ずるってくると、またこれ、えー、フラッシュクラッシュのこの、ま、ヒゲの消したところの水準ぐらいまでって、これも75円台前半ぐらいですか。まあ、そのあたりまで、 相場の雰囲気悪くなると、円高方向になると行く可能性も出てくるので、ちょっと今は、えー、要警戒なんですよ。はい。で、えー、ニュージーランドレーンは比較的強い。ね。でもまあ、ゴードルに崩れると、こちらもまあ、崩れ出す可能性もあるので、えー、まあ、油断はできないなと思います。そして次かな。あ、違うわ。あ、ゴードル、ニュージーランドルですね。ここが、えー、もう、コアレンジ抜けて、なんでしょう。 ここの時とはまた違う下げ方ですよね。こう、ポンポンと来てるんで、えー、このまま抜けちゃうと、これ、コアレンジャー動かしてる方は、えー、ちょっとピンチになるかもしれません。まあ、5ドルが今売られている状態なんでね。はい。で、次です。先週ね、えー、力強く、もう、今週、どの通貨ペアでやりたいかっていうと、カナダドルのショートだって言ったと思うんですけども、 やってませんでした。いや、いや、もうゴードルエンドロング持ってたし、やってたらよかったねこんだけ下げたかったら。はい。まあ、ここも、ま、あね、ちょっとゴードルエンド似てるんですけども、押し目なのか、それともっていうことで、ま、あちょっと金曜日、米雇用統計あったとこの関係もあって、なかなか読みが難しい。はい。そして原油で見ると、ま、あこんな感じで、まあ、レンジの中ですね。えー、54ドル半ばから58ぐらいまでの。はい。 で、えー、トルコリラ円こちらはちょっとじりじり値を下げてどうかなって思ってたんですけども、なんとか踏ん張ってということですね。で、スワップポイントまた調査しました。ちょい下がってましたね。で、これあのー、ツイッターの方で、えっと、ライターの高木さんのツイートをリツイートしたんですけども、クリック365の買い立て玉が、えー、っと、トルコリラショック前ぐらいの高水準。つまり、かなり、 えー、買いポジション増えたりようなんですよ。またここをヘッジファンドアルゴリズムが狙ってきたら怖いよっていうことはちょっと思いましたね。なんでトルコリラみんな買うんでしょうね。あのメキシコペソの方が安定感高い気がするんですけども、はい。 で、えー、次ですね。えー、メキシコペソ円まあこちらも全然、あの、押し目がなかったんですけども、やっとちょっと押し目らしい押し目なんですけども、まあ、買うんだったらもうちょっと下げたところで買いたいなっていうぐらいの、ま、あ下げですね。今のここの時点は。はい。で、えま、ー、私が気にしているっていう南アフリカランド園は、いや、もうそろそろ買ってもいいんじゃないかっていうところまで来ました。はい。 ま、前回ね、このあたりぐらいだったら、え、買いたいなって言ってたところぐらいまで来てるんですけども、ただ、あの、この、今の、えー、っと、為替相場の、えー、雰囲気の悪さ、えー、特に円高方向に動くかどうかっていうところとがもうちょっと気になるのでね、まあ、それを言い出すと、いつまたあっても買えないんですよ。どっかで、あのー、これ別に南アフリカランドウェイに関してじゃないんですけども、打診買いっていうのはまず一回入れて、 数量はマックスで持たずに、そしてもう一回、えー、下に下げたところで買うみたいな感じで、これ何品じゃなくって、戦略的に打診買いをして、その後にまた持つみたいな感じをしないと、またこれで上に行ったら、ああああああになっちゃうんで、どの通貨ペアに関してもですよ、これ。はい。なかなか難しいとこなんですよ、今。はい。で、えー、来週の私が思う重要指標になるなんですけども、えー、まあ、これ、えー、一応月曜からですにしてますけども、厳密には日曜からあの夏時間になるんですかね。 はい、米国などが。なのでですね、えー、っと、11日月曜日からの、えー、取引時刻が、えー、変わります。はい。えー、っと、早くなります。司法の発表時刻なんかも早くなったりするので、ちょっと注意しておいてください。そして、火曜日、これはあんまり、はい、そんなに大したことないかなと思って、あとは、成績に発表後の、えー、黒田総裁の会見、まあ、ここもどうかなとは思いますけど、はい。で、えー、こちらの私の著書の3章の75ページで書きましたけども、成績 金利の発表時まああの日銀政策に発表は多分そんなに何もサプライズないと思うんでまあ一応ねあの黒田さんの発言にはご注意くださいということですで、えー、スノーキンの来週の戦略ですまあこれ本当難しいんですよ弱気でいくのかそれともまあ今回の下げは押し目一時的なものだったのかっていうふうにもどっちに見るかでも変わってくるんでただまああの。 えー、米中首脳会談が、あのー、ずれ込むとか、まあそういったことも見て、まあ、あの、弱気にしました。はい。で、えー、米ドル円弱気、ユーロ円はやや弱気、えー、ポンド円は弱気、えー、5ドル円、ニュージーランドル円はやや弱気で書きましたけども、本当にこれもニューヨーク株式市場次第です。今の、えー、為替相場とかいろんな、あの、相場引っ張ってるのはニューヨークダウなんで。 ニューヨークダウンの方がどう動くかっていうところを、まあちょっと見た方がいいです。特にね、まああの夜見れる方とかは、そのあたり見つつ、えー、デイトレードとかするとうまくいくかもしれません。 はい。で、えー、ユーロドルはやや強気で、えーポンドドルはやや弱気で、えー、これらはあくまでも私の個人的な考えをお話しているだけなので、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということで、えー、為替に関して、為替というか投資に関してはここまでで、この後はあの、見た映画の話します。はい。はい。アマゾンプライムで見た映画ということで、えー、まあ先週ね、えー、何本か見たんですけど、まずイエスマン。 これもね、あのー、前の週かなあの、カラスの親指と同様に、ウォッチリストにはずっと入れてたんですよ。でもなんかちょっと気分的にこの気分じゃないなっていう気分だったんで、どんな気分やねんなんですけどいや、私どっちかって言うと、ハラハラドキドキ系が好きなんで、なんかこういうなんかふん、なんかなんでしょう、ヒューマン、なんかふんわりした感じになってあんま見ないんですけども、ちょっと見たくなってみ、見ました。ジムキャリー主演。ジムキャリーでマスクの人ね。マスクとかなんだっけな。 え、名前忘れたな、あの壁の中に閉じ込められてるような話。はい。壁じゃないな。はい。で、えー、まあ、感想なんですけども、まあ、ほジムキャリーっていう感じの良さが出ている作品で、えー、まあ、期待より良かったです。はい。あの、ちょっとそんな気分になりたいなと思って見たら、ちゃんとそんな気分になれました。どんな気分やねん。そう、ね。あの、ふんわりした、ほんわかした気分ですよ。はい。で、えー、グラントリノ。 これはもう一点全然違う内容です。えー、クリント・イーストウッド主演の、えー、まあ、グラントリーになってこれ車の名前、アメ車なんですかねちょっと私車のこと全然詳しくないんですけども。まあまあタイトルはこれなんですけども。はい、えー、まあこのクリント・イーストウッドがね、あのー、なんでしょう、まあ頑固じじいみたいな役なんですよ。で、口がめちゃめちゃ悪くって、それがすごくこうブラックジョークになっていて、 まあこの内容ちょっと日本だったらできないだろうなって、同じようなことをブラックジャック、ブラックジャックじゃない、ブラックジョークで言ってたら、もうすぐクレームついて、なんか問題になるんだろうなっていうようなことをわーわーわー,ー言ってるところすごく面白かって、うで、も最後も、あ、もう終わりか、終わっちゃったっていう感じで終わっちゃいました。はい。で、えー、次が、えー、砂の器の、 デジタルリマスター版って言うんですかね。あの、多分昔に撮ったやつを、あの、綺麗に、あの、してるんでしょうね。それを見ました。これ1974年公開なんで、私の生まれた次の年なんで、もうい昔の映画なんですよ。はい。で、あの、砂の器といえば、あの、中井くんのドラマですよね。もうあれももう10年以上前かな。中井くんと松行安子さんかな。はい。で、えー、この、レビューのとこに、あの、松本清張さんが、 この映画のことを原作を超えたっていうふうに褒めてられた、褒められていたらしいんですよ。いやもうほんともうちょっと涙がこぼれるかこぼれそうかでこぼれませんでしたけども、あの中井くんのドラマ版よりも良かった。あの中井くんの時ってこれ視聴率見たんですけども20%ぐらいあったみたいなんですよ。で、私は再放送で見てたんですけども、とりあえず重くって内容が。なんかいつもあのー、 このドラマ見た後体調悪くなってたなっていう。別にこれドラマディスりたいわけじゃなくって、すごい重かったイメージしかなくって、内容とかもほぼ入ってこなかったんですよ。でも、映画で見ると、あ、そういう話だったんだって、テーマはそういう話だったんだっていうのと、もう最後後半が、すごくこう、もう最初はね、なんかこう、 あの、ま、あんまり言わんほう方がいいかな。最初はまあまあそんな感じじゃないんですけども、後半一気にだと言っても、それはあの、先週のカラスの親指も一緒なんですよ。後半一気パターンなんで、すごく良かったです。なので、まあ、あのー、まあ、古い映画なんでどうかなって思われてる方は、今見てもね、結構いいかなと思います。あの、出演者の方も、あ、の方で出てるっていうのが、まあ、特に私と同じ世代、もしくは私より上の世代の方はね、えー、結構懐かしい役者さんが、 あの、ご健在だった頃に、えー、出られているので、えーまあ、よければご覧くださいということで、えー、おまけも以上です、えー。最後までご覧いただきありがとうございました。